もりもりさん応援してるありがとう。りょうへいさんかわいいありがとう。こうじさん、はるさん、まくーるさん、ふくちゃん、しんいちさん、ピカピカありがとう。まちゃるさんお断りです。わうわうさんお疲れありがとう。ひろし BKK さん、そらそよかさん、こうじさん、ハット、りょうへいさんかわいいありがとう。ありがとうございます。かずのしんさん、俺の嫁ありがとう。ともっちたん、さったん、じんれいさん、みぎたぴっぽさん、フレーベさん、くろさん、さわっちょさん、ブルームーンさん、しんちゃんさん、アルテミスさん、ジョニーさん、かいちゃん、あきもさん、おみかんさん、こうさん、ありがとうございます。かめさん、ありがとう、お疲れ。おかじやさん、ピカピカありがとう。こんばんは。ちょっと今日はコンタクトをしてないので、メガネで失礼します。今日は休みだったからメイクもしたくなくって、だからコンタクトもしてなくて、なのでメガネです。俺の嫁は否定せんでいいの？うん、勝手に勝手に言えるじゃないですか。よく言うじゃん、俺の嫁って。だから結婚しては要求されてるから断るけど、勝手に言われる分には断らないです。こんばんは。メガネがでかい、でかでかメガネ。そう、メガネだと反射するんですよ、メガネに。でもライトはねつけてなくて、今日リングライト反射すると思ってつけなかったけど、普通にコメント欄がここに反射してる。コメント欄反射しちゃう？こうやって話すしかないかもしれない。そう、リア中とジョジョと撮りました。今日あげてくれていました。見ました。昨日までおきまえさんおきまえさんって言ったのに、今日はパセリのことあげてくれてた。話しかけたんですよ、ビスのウフショットメイキング YouTube 見たよって言って、話しかけて写真を撮ったので載せてくれてるやつぜひ見てください。でもね、あれなの、バズレがついてるからリツイートしない方がいいかなと思って。そう、ここが難しい問題なんですよ。ハッシュタグのやつがついてる時、それで誰かの何かが変わってしまうと思うと難しい問題なのです。サッチーのは勝手に私があげたからいいんだけど、そうなの、難しい。載せてくれてるのは嬉しいけどね。そうなんですよ、昇格がかかってるからさ。みつさんお疲れ。ターボーさんハートありがとう。ともっちさんアイスガトーショコラさんピカピカありがとう。ありがとうございます。そのみさん嘘だよ。みつるんかわいいありがとう。ともちさんもありがとう。けんたろうカープさん、かえでさん、かどりさん、かさん、しゅんぼうさん、わたけさん、かいちゃん、林藤代さんありがとう。ロスゴールペアドレスさん、やすおくんありがとう。とにさん花束ありがとう。みゆちゃんピカピカ、おみかんさんピカピカ、あきもさん応援してるありがとう。あ、メガネ下がってくる。もちゃださんハート、かずきさんピカピカありがとうございます。こうさんお断りです。ポストさん袖タワーありがとう。こんばんは皆さん。下がってくるよ、メガネが食い込ませないといけない、ここの、ここ
山さんお疲れ、こんばんは。ポストさん、だるま、ありがとう。今日雨だったからね、もう出かける気力もないし、スーパー行くだけだからコンタクト使うのもったいないなと思って、だから今日メガネなんですよ。節約、コンタクトの節約で今日メガネなんですよ。こんばんは。でも落ちてくる。ミックさん、ピカピカ、ありがとう。メガネかけてるとなんか物がちっちゃく見えるから、なんか食べ物とか買うときもちっちゃく見えるし、腕とかも細く見える、メガネかけてると。なぜか。そう、メガネかけてスーパーに行きました。スーパー行って食料買ってきたけど、メールにもね書いたんですけど、あの夜ご飯の作るタイミングが最近分かんなくて、最近分からなすぎて、鶏肉を焼こうと思って買ってきたんだけど、気づいたらもうこの時間で、明日にしました。ちょっと今日は焼かないことにしました。難しい。夜ご飯食べましたよ。今日は長芋と納豆とオートミールと食べました。味噌汁。あ、そう、昨日ソルハさんがトロブさん家に行ってて、帰ってきてからずっとトロブさん家の話をずっと聞いてた。ゆりさんの家が、ゆりさんの家にいる猫ちゃんがもうめちゃくちゃ可愛くて、ってずっと聞いてました。ミキヤくん、ピカピカ、ありがとう。マック、今日はマック、毎日マックやん。今何ですか、てりたま。今もてりたま終わった。ジロくん、ハットありがとう。いでさん、バラありがとう。そう、あの報告してくれました、どんなことがあって、どんなものを食べてとか、カフェが美味しかった、カフェで食べた、なんだったっけ、カルボナーラ、カルボナーラが美味しかったって言って、本当は実は私今日行く予定だったんですよ。そう、今日行く予定だったんですけど、ちょっと朝体調悪くて今日は家でゆっくりしてました。だから行けなくて残念。そうなの、実はだい。独身さん、お疲れ、ありがとう。ともっちさん、ポップコーンありがとう。え、これポップコーンになってますか、合ってる。そうなんです、今は大丈夫なんだけど、いっぱい寝たら大丈夫だけど。ぶんさん、ピカピカ。しんいちさん、回復薬。くろさん、小判ありがとうございます。そう、だから今日はお家でウォーキングもせず、おとなしくしてました。おとなしく。そう、G2 さん、かわいい10個ありがとう。和也さん、回復薬。みきやくん、バラ。ジロくん、回復薬ありがとうございます。いや、すいません、なんか回復薬もらいたがりみたいになっちゃって、ありがとうございます。吉弘さん、ピカピカ。アルさん、ピカピカ。G2 さん、ハートありがとう。アイスは食べましたよ。アイスは普通に食べた。昼にはもう治ったから全然元気いっぱいです。
ともっちさん、アイスありがとう。しんいちさん、お断りです。そうだから今日は何もできなかったですね。だから話すことも何もないですね。何もしてなさすぎて今日会ったことが何もないから。スカイファイルさん、ハートありがとう。アシーさん、小判。忘れっぽいもっちさん、かわいい、ありがとう。神代さん、アイスありがとう。今日のニコ生でパセリがライブ中に感じるミーヒーなどとはっていう問題が出てた。何それ、答え何ですか。何その問題、どこから出題された問題なの。はじめだようさん、回復薬ありがとう。まさかさん、ピカピカ。千本桜さん、ハートありがとう。チョキノコさん、ピカピカ。ミッチー、お断りです。かわいい、ありがとう。色が似てるから騙されるとこだった。頬杖をつくポーズをしてくる。何それ、何なんだそれは。そんなことあったっけ。ツアーか、ツアーのニューシップだ。去年の夏のツアーのニューシップのやつだ。ありました、そんなこと。あったあった。のぶろうさん、ハートありがとう。かまちゃん、お疲れ、ありがとう。それか。よしかずさん、しんいちさん、ピカピカ、ありがとうございます。個人ファンクラブイベント、今んとこ全然何も予定ないですね。何も特に、多分ツアーとかあるからそういうのが落ち着いたらなのかな、わかんない。多分ね、2回目やったメンバーとかは卒業を控えてるメンバーとかがやったのと、早くに始まったメンバーもうそろそろ始まって、早い人は1周年迎えるので、多分そういう早い人たちが2回目してるけど、まだね何も今んとこ予定なしです。ファンクラブイベント、ちょっと今はひなさん卒コンとツアーに向けての時期だからかな、わかんないけど。西さん、ピカピカ、ありがとう。レフトさん、ピカピカ、ありがとう。あ、そう、3期生の前座決まりました。そう、今日発表された。もうね、受付が始まっちゃってるから今からでもまだ間に合いはするけど、受付が終わってるやつもあるので、3期生このメンバーがどうしても見たいっていうメンバーがいたら、そこをね、行く予定なかった会場もぜひ検討してみてほしいですね。バスは全部出演させてもらえるのでよろしくお願いします。ヒロさん、お断りです。ナルセさん、お疲れ、ありがとう。ハルさん、ハートありがとう。こんばんは。でも前座だから多分本編で、本編に出るやつは広島かな。広島に来れば全メンバーが見れるよ。ココアさんのお別れ会もあるし、だからそういう点で言うと広島はお得かもですね。いっぱい推しがいる人とかいっぱい見てみたいなって、推しメン
卒業して定まってないけど、これからも STU 誰か応援したいな、推し探したいなって人とかは広島がおすすめかもしれないけど、けれども皆さんはもう私を推してくださいね。私を推してもらえたらと思いますので、よろしくお願いしますね。よろしく、目移りしないようによろしくお願いします。おみかんさん、お断りです。よろしく。ちょっと目がね下がってきすぎてる。なんかさ、これさ、こうやってピーってできるっけ。なんかどうしたらいいの、メガネが落ちてこないようにするには。むくんでこのここを食い込ませるしかない。皮膚にこうやってグリグリグリってやって、喋ってるうちに落ちてくる。こうやって喋るしかない。名探偵パセリ、こうやって喋る。セロテープ、セロテープで止める。あ、スポーツ用のね、そのバンドね、持ってないですね。あとさ、メガネと落ちてくるやつがもう一個あって、イヤホン。新幹線の時にイヤホンがいつも落ちてくるんですよ。だからね、寝ようと思うと、こうつけたまま寝ようと思うと落ちてくるから、寝るときは外さないといけないんです。どうしたらいいですか。あれ、サイズが合う合わないとかじゃないの、わかる、つけ外しができるやつじゃないから、ワイヤレスだから落ちてくるんですよ。どうしたらいいんだろう。寝ない。そうだよね、寝ないのが一番いいね。どっちかを優先するしかない。あ、ヘッドホン。最近 STU のメンバーめっちゃヘッドホンしてるの。めっちゃおしゃれなの。集合場所にヘッドホンつけてくんの、ここの首とかに巻いて。おしゃれなんですよ。やっぱヘッドホンですか。あれ、肩凝らないですか。私上着で肩凝るの。重たい上着があって、一個モワモワがついてるボアのデニムの上着がすっごい肩凝るの。どうですかね、ヘッドフォンって肩凝らない。あ、耳かけるやつね、あるよね、紐ついててワイヤレスだけどワイヤレスじゃないみたいなやつ、気になってました。それね、荷物になるのがねっていう難しい問題。猫耳ついたヘッドフォン、マイハさんがよくショールームでつけてるイメージある。ここら辺にね、ゲーム配信とかカラオケ配信でマイハさんがつけてるイメージ。今もつけてるヘッドフォンね。でもやっぱいいやつは高そうや。ポセリはいかに安く生きていくかっていうのにかけてるから、いかに安く生きていかに食費に使うかっていうのでね、やってるのでね。ね、そうね、折りたたみみたいにできたらいいよね。難しいですね。でも特に買う予定もなくて、買おうと思ってるわけでもなく、どうしたらイヤホンが取れなくなるかを模索中です。私が今やってるのはイヤホン落ちてくるから、こうやってこうやってこっちの手をこっちの肘の下に置いてこうやって寝ること。そうすると落ちていきません。こうやって、でも首が疲れるっていう難点がある。 Z さん、お疲れ、ありがとう。ピカピカもありがとう。
こうやって寝てる。そしたらこっちが落ちてくるんですよ。どうしよう。ああ分かる。学園ドラマね、ヘッドホンね。学園ドラマあるある、ブレザーの下にパーカー着てる男子いがち。やんちゃ系男子みたいな役の人だいたい下にパーカー着がち、赤とかなんかフードのついたパーカー着がち。 BD マンさんピカピカありがとう。耳を餃子みたいにイヤホンを包む、こういうことこういうことですか。こうやって寝るの、広島まで、東京から広島までいいねよくないですね、全然よくなかった。えんちゃん嘘だよタワーありがとう。わあ、お久しぶりにギフトをいただいた、ありがとうございます。メビウスさんピカピカありがとう。イヤホンをしないで聞く、あ騒音問題に発展しちゃう、騒音トラブルでパセリももみくちゃんにされて帰ってくる、心もすべてはあって。有線ね、有線にすると充電問題出るじゃないですか、もう本当に難しい。そして有線はすぐ私絡まるからいやでも有線が一番いいね、有線だな、有線で充電と両方できるケーブルを持ち歩くのが多分一番いいね。そうだね、難しいですねイヤホン選びも。イヤホンもね、なんか最近充電の減りが早くて、そろそろお別れの時期なのかもしれないって思って、今安いやつ使ってるんですよね。ねー、そうなの、あのねケーブル挿すとこが、前まではさイヤホン専用のわかる、こういうイヤホンのこういう棒みたいなイヤホンのやつピュッて刺せるやつがあったんだけど、今ってイヤホンも充電器と同じ形のやつだから不便ですね。イヤホンはイヤホンにしてほしいね。ピュッね、あ音楽専用機ウォークマン、私ウォークマン壊れちゃったけんさ、ウォークマン便利だったのに、ウォークマンもう充電しても電源つかなくなって、充電器もなくして、もう中に入っているデータがもう同じ瀬取りで聞くことはできません、とっても悲しいです。ミキヤくんピカピカありがとう。ヘッドホン、やっぱヘッドホン、ヘッドホンか有線イヤホン、そうね、ヘッドホンは髪の毛問題ですね。そうだね、うん、え私そうスマホも本当にスマホ買い替える買い替えるって言ってたんだけど、なかなかタイミング逃してて、でもあのみちゅさんの卒業コンサートの時にね、なんか写真が全部ぼやけてたんですよ。だからやばいって、カメラが本当に寿命を迎えちゃったみたいで、何を撮ってもぼやけるの、悲しいです。本当に買い替えなきゃいけません、やだよ、お金が消えてくよ。レンズ拭いても拭いてもねぼやけて、なんかモワモワしてる、
何年使ってるんだろう。 iPhone 私今13です。2年3年、結構使ってるかな。そうなの、ぼやけすぎてて。あとさ、動画とか撮るときにさ、光の点点点みたいなやつが映るときってあれどうしたらいいんですか。チョンチョンチョンみたいな、なんか UFO かなみたいな光が映り込むときあるじゃん。それが今3個ぐらい映るので、レンズが汚れてると思って拭いても違うの。あれ何なんですかね、反射、あれ何ですか、チョン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 みたいなやつ通じる、見えてはいけない嘘、めっちゃ見えてたんだけど。え、映るときあるよね、映らないですか。とろみちこっこさんのリハ映像とかを舞台袖から撮ってたんですけど、全部ちょんちょんちょんが入ってるの。なんなのあれ。ストーチのミニマロンさん、応援してる、ありがとう。お化け、嘘、映らない、嘘だ。え、なんか緑色の光映りません、嘘。それを口にしたら大変なことになる、嘘じゃん。私この世から消される。お化け屋敷のシーン撮ったらレンズが反射して虹が映ってた。えー、怖い。オーブ、あーレンズ、あ傷が入ったのかな。そうかもしれない、そうであってほしい。だからそろそろスマホ買い替え時なのかなって。今度こそ買い替えますって言って1月ぐらいに買い替えますって話したけど、いやでもまだ使えるなと思ってたんですよ。いや買い替えるって言ったけどまだいけるわと思ってた矢先これ。ちょっと携帯ショップに行く勇気が出ません。この前行ったばっかりなのに、ちょっと緊張するんだよね入るのが。レンズ保護シール貼ってない、貼った方がいい。いっちゃんレインボースターありがとう。買い替えを決意すると急に調子よくなる、あじゃあ買い替えますって言っとこ、したらよくなるかも。買い替えます、やだなあ。まだ壊れたわけじゃないのにね、困ったね。じゃあちょっと今度の休みに今度の休みか今度の休みに行こうかな、行こうかな。ちょっと行きたくないけど、でも iPhone ストアで買った方が安いんですか、スマホショップで買うより。そういうあのなんていうの、ドコモ au ソフトバンクとかで買うよりさ、 Apple ストアで買った方がいいですか、安いみたいな聞いたの。調べたんですよ、その前回買い替えようと思った時に。ほとんど変わりません。本当？あ、下取りしてくれるの？下取り、でも悩むな。下取り、これを今使ってるやつをなんかショールーム中とかに写真見せるときに使うようにするとか、あと私のこの iPhone お父さんが狙ってるんですよ私の家族ね、私が iPhone 買い替えるとき毎回狙ってくるんですよ。前使ってたやつもお母さんが使ってたりとか、そう狙われてるんですよずっと
節約家族だってさ、家族はカメラとかあんま撮らないじゃん。私はお仕事柄いっぱい自撮りもするし、いろいろ撮るけど、家族あんま撮らないからまだまだ使える。どうしようかな、どうしましょう。健坊さん、嘘だよタワーありがとう。悩んじゃいますね。交換してくれるの？交換してくれるんですか？いいんですか？データをちゃんと削除して交換しましょう。テキサスのロンスターさん、バラありがとう。なんかそういう携帯ショップの仕組みとかよく分かってないから、何がお得かよく分からないんですよね。何がいいんですかね。困ったな。誰か詳しい人助けてください。安全第一。安さ第一。絶対に iPhone です。なぜかというと、レッスンとかで資料をエアドロップすることが多いので、エアドロップが使えないとちょっと厳しいので、 Apple Store か。やっぱそうか。あ、サーヤンも基準考えてんの？仲間じゃん、ヤンコちゃん。仲間だね。ちょっと相談しよう。そうなのよ、やっぱね、エアドロップ大事ですね。でも今年また新しいやつ出るじゃん、 iPhone。 それまで持ってほしい、持ってほしいけどね。ちょっと無理かもしれませんね、そろそろ寿命が。エアドロ使ったことない？なんかエアドロ最近はスマホとスマホを重ねたらミヨンっていっていくんですよ。ミヨンっていう、多分ね、伝わる人には私のこの動きがよくわかると思うんだけど、これがスマホ、こっちがスマホとしたらこうやってピョンって奏でるだけです。ミヨンってだって送信されるのよ、便利です。やっほー、どうも。ゴンベンさん、ポップコーンありがとう。ポップコーンの味がついてる部分と味がついてない部分を平等にしてほしいの会を設立したいと思います。たけしさん、ハート。カズさん、ピカピカありがとう。こんばんは。エクスペリア？え、私の前エクスペリアだったな。だから私はエクスペリアの CM のやつや。ポップコーン、映画館のポップコーン、味がついてるところとついてないところの差、激しいのかい。ギリタン塩さん、お断りです。困ったね。いや、味濃いやつめっちゃ濃いよね。私の前はアンドロイド勢でした。カズヤさん、ハートありがとう。ジンダイさん、ピカピカありがとう。
ミキヤくんハートありがとう。あ、確かにキャラメル、この前ソタロウがキャラメルのやつ食べててさ、あのねプレッツェルも入ってた。今時のポップコーンってプレッツェルが入ってるんですか？私の地元にないだけかな。プレッツェルが入ってるポップコーン初めて食べたよ。プレッツェルの味濃かった。ポップコーンなんかちょっと高いやつ、お高いポップコーン食べてた。弾けてないポップコーンはなんであんなに硬いのか。確かに硬い。なんでなんですかね。 Z さん、風船くむちゃんありがとう。かわいい、かわいい。このクマパーティーしてる。弾けてない時は硬い。緊張しているんじゃないですかポップコーンも。人もそうだよ、あの緊張してる時って硬いじゃん表情。カチカチってこう背筋もこうやって固まってこう肩上がってカチカチって緊張してるけど、弾けた人って柔らかいじゃん、笑顔だからだと思います。もしかしたらそうなのかもしれません。初めて人間界に現れて、あ、ここはどこだって思って緊張してるけど、熱を加えられると緊張がほどけて弾けて、さっちゃんハートありがとう。うん、多分そうです、多分だけどこんばんは。コナンメガネ、これこれコナンメガネっていうの。これさっきから下がってきてさ、喋りづらくて仕方がない。これはなんで私はこのメガネを買ったかっていうと、このメガネはね1年ぐらい使ってるんですけど、このメガネにした理由は新幹線でかけてると芸能人っぽいからっていう理由でこのメガネにしました。わかりますか、こういうのつけてる人って芸能人みたいじゃん。だからこれにしました。私メガネかけるときは家の中か新幹線かしかないので、そういう理由でこれにしました。はい、とても良いです。ただ今喋ってる時に落ちてくるのが難点だなって思ってるとこです。ちょっとキュッてしてほしい。キュッキュッ。安さん、レインボースターありがとう。新一さん、似合うありがとう。陣内さん、いいねありがとう。でも普段はなんで新幹線メガネかけるかっていうと、変装とかではなくて、ただあの目が疲れるからですね。目がカピカピになるからです。コンタクトで寝ちゃうと。でも持ってって大体使わないです新幹線用にこのデザイン買ったくせに、持っていくだけ持ってって使わない。ほぼコンタクトつけて寝て、カピカピになって起きて、なんかこうやってシュプ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 ってして、駅着いて目薬さす間もなくもうみんな移動して、ついていかないと置いてかれるから。え、本当にね、駅って本当に大変で、メンバーの背中を見逃すと迷子になるんですよ。だから降りた瞬間から戦いです。メンバーの背中を見逃さない、絶対についていく。どんなに人が混んでようと、どんなにキャリーバッグが出かかろうと、メンバーの後ろをついていく。もうみんなスタ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 行くので、迷子にならないように必死なんですよ。フォレストさん、嘘だよタワーありがとうございます。メガネ、いやそうなんだよね。家から行く時にメガネをかける時もある。朝早い時とかはそうしてるけど、うん、なんか結局コンタクトが楽なんですよね。
そう、みんな早いよ。スタ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 行く。デイネズさん、嘘だよタワーありがとう。ヤスさん、かわいい。いっちゃん、ポップコーンありがとう。こんばんは。そう、だからあんまりこのメガネ使ってないです。ずっとメガネケースの中にいるから、今日みたいなもうコンタクトもつけたくないよって日しか使わない。もう本当にかわいそう、メガネがかわいそう。全然出番がなくて、ね、トルブさんがインスタライブしてた。お会いしたかった、お会いしたかったよ。もうね、昨日の夜はトロブさんにお会いするの緊張して、トロブユリで検索してトロブユリって検索して X とか YouTube とかで検索して、過去のトロミチコッコさんのなんか映像とか、なんかトロブさんの CM Now さんのインタビュー映像とか見たりして、あの何緊張をほぐしたり、あとトロブさん、私トロブさんって呼んでるけどトロブさんかもしれないと思って、イントネーションどっちって言ったらいいんだろうと思って、その練習を夜な夜なしてたんですよ。でも朝起きたら体調がすこぶる悪くていけなかったんですそうなんですイントネーションの練習もしたんだよね。あの本人の自己紹介系の動画とか見て、どっちって言ってるんだろう、これはトロブなのかトロブなのかどっちなんだろうっていうのを耳をもう何回もこうやってやって聞いてそう、本当にそれぐらい楽しみにしてたから、またまたいつかお会いできますように。こんばんは。正解分かんなかった正解分かんなかった。私自分のイントネーションがさ、どっちなのかも分かんなくて、自分に聞こえてる声とさ人が聞く声って違うじゃないですか。だからもしかしたら私の発してる発音も人から聞いたら違うのかもと思って、分かんなくて結局答えが出ないまま朝を迎えました。うん、どっちが正解ですか、どっちですか。こんばんは、どうも。ヨッシーさん、嘘だよタワーありがとうございます。確かにソタローに聞いたらいいのか、ソタローはユリさんっていうから、トロブさん、トロブさん、私はおさきです。おさきさんです。おさきさんじゃなくて、おさき、お、おさき、おさきさん、セリカ、おさき、セリカ。同級生にね、同じバスケ部だった子がいつもセリカちゃんって呼んでたんですセリカちゃんって覚えてて、いや、いつもイントネーション違うなと思ってたの私はセリカちゃんです。ハムちゃん、ソデオタワーありがとう。キョンシュさん、ピカピカありがとう。コウさん、ハートありがとう。セリカちゃんです。セリカちゃん、セリカちゃんって呼んでたらその同級生の子は今もう学校の先生してるらしいです。ひー、すごすぎる。私のバスケ部だったお友達たち学校の先生してたり病院で働いてたりとか、なんかそう、みんな賢くて私は相変わらずこの年になってもショールームで漢字が読めなかったりそんなバカを晒していますが、みんな賢くて
ちゃんと働いているという情報を母からこう聞いたりしますね。すごいよね、学校の先生。難しそうじゃない？教えるのもだけどさ、なんか授業でうまく伝えるのもそうだけど、舐められないかとかさ、子供との距離感もそうだけど、職員室での人間関係とか大変そう。のくさん、えらい、ありがとう。あ、確かに、あ、確かに、あの三者面談とかも大変そう。私が学生の頃はちょうどモンスターペアレントとかが問題になってる時期だったから、今ってどうなんですかね。モンスターペアレントっていう単語がよく飛び交っていた時代だったよ、私が小中学生の時って。今って言わないのかな、あんまいないのかな。うん、私が小中学生の時はそういう言葉が多くて、私が免許を取る時期になった時は煽り運転が一気にこう増えて報道されてた時期だったんですよ。だから、あのおじいちゃんおばあちゃんとかお母さんとかに免許取りなさいって言われても、もう煽り運転こんなにニュースでやってるのに取れるわけない、怖すぎて無理だよって言ってた。怖すぎる。そうよ、そういうなんか嫌な嫌なイメージを植え付けられて育ってきたよ。えんちゃん、嘘だよタワー、ありがとう。こんばんは。今日は11時まで配信しますね。明日も早起きだった、忘れていました。今時計見て思い出した。頑張っておきます。エジリン、ハートありがとう。何マルハラって、マルハラっていうのがあるの、何それ、何マルハラ、文章の最後に丸つけたらハラスメントって、そんなん、もうそんなん、もうどうしたらいいんですか。まあでも確かにちょっと威圧感あるよね、文字だけで見ると。そうだね。おこさん、お断りです。しんいちさん、バラ、くよさん、お疲れ、あ、間違った、応援してる、ありがとうございます。マルハラ、確かに今コメント欄で見ると、でも文章を書く分にはね、句読点は大事だよね。ほう、それもハラスメントだと思う。何でもハラスメントじゃんね。ね、難しいですね、行きづらいね、そんなん言い出したら。それでにっこり顔マークみたいな、ニコニコマークつけたらニコニコハラスメントとかなっては困るし、もうダメじゃん。アイスいっぱい食べたらダメとかなったらどうしよう。アイスいっぱい食べる人を見ると気分が悪いですとか言われて、アイスハラスメントですか言ったら、もう私生きていけないよそんな言われたら。やばいよ。ハラスメント、ハラスメント、うん、難しいですね。でも絵文字、でもね、お仕事上のやり取りとかだったら絵文字とかもあんまり使わないもんね。そりゃ丸とかになりますよ。
でもさ、びっくりマーク、赤いびっくりマークとかを使うとさ、おじさん構文って言われちゃうんでしょ。もう何でも言われるじゃないですかね。え、汗汗みたいな、なんかあの汗しぶきみたいなやつ使ったらおじさん構文って言われちゃう。はあ、おじさんだから平気。あ、本当平気、本当。ちんさんピカピカありがとうございます。おじさん構文のカードゲームがあるらしい。何それ、知らない。何ですか、どうやって遊ぶんですか、おじさん構文のカードゲーム。何、ちょっと調べていいですか。人気なんですか。人気ではない、初めて聞いた。何それ、おじさん構文。おじさん構文ゲーム、なんて喋ったらいいの。本当だ、本当にある。おじさん構文で戦うメッセージ、おじさん構文で戦うボードゲームだって。そういうのがあるらしい。3,000円。あ、これあれだね、あの年末に STU チャンネルでやった結婚してくださいのやつのおじさんバージョンみたいなやつらしい。なんだったっけ、沖さんがめっちゃ面白かったんですよね。なんかキスあったかいだろうみたいなやつのやつだね。 STU チャンネルのやつだ。懐かしいやつだ。あった、あれは何ゲームだったかな、組み合わせて作りましょうみたいなやつか。おじさん構文のルールはっていうやつ出てきた。絵文字や顔文字が多い、語尾にカタカナを使う、句読点が多い、LINE で文章が長め、下心を感じさせる、一人で乗りツッコミ、聞かれてないけど自分の近況報告をする。厳しくない？別にいいじゃんね、いいじゃないですか、そんな。でも丸をつけたら丸をつけてハラスメントなんでしょ。もうむずじゃあ明日の私おはようメールそれで送ったろうか。おはよう顔文字びっくりマーク、下心を感じさせる、やばくない？これは普通にさ構文とかじゃなくて、普通にこれはただのハラスメントですね。難しい、勉強しようとか言っちゃってとか書いたらダメだし、なんか例文みたいに見たけどさ全然しっくりこない。こんなこと送る人いるっていう感じなんだけどとか言っちゃって可愛いじゃんねとか言っちゃって調子乗っちゃって。楽しみにしとこう、明日以降のメールの返信。でも可愛いよ、ニコニコいっぱい顔文字ついてたらショールームが華やかになる、コメント欄が。そのウィンク系、
ウクスツヌさんだるまありがとう。あと4分嘘早い。いやん、おじさん公文の話で終わっちゃうじゃん。ちょっと私もテロップでやってみよう。M 字をいっぱい使う、 M 字をいっぱい使うのね。でカタカナね。あー消えちゃったうん、消えてしまった。絵文字を使う、どうですか。まだまだやな私は。どうだよい、いい感じとか言っちゃって、かわいいこれ気に入りました気に入ったよ。あ、ほんとだね、マイキューさん明日お誕生日ですね。お誕生日、毎年0時に連絡を送ってから、今年も送るぞ。それまでにお風呂を終わらせて送るぞ。送っちゃうぞ。やひちさんありがとう。あ、待って、手をさカタカナにした方がいいの。どう？なんか違うな、難しいですね。マイキューに誕生日の話をしたら怒られます。なんでですか？なんで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 、年を取ってしまうから。安心してほしい、私がいますよ。あの、私がステアに在籍してる限りはみんな誰も最年長になることがないから、安心して年を取ってほしいです。なんで怒られるの？年取りたくないって。じゃあもうみんなあかりんさん見習って、年齢を公開しないシステムにしましょう。そうしちゃいましょうね。だってさ、公開しなかったら私絶対最年長に見られてないもん絶対にバレない隠し通せる気がするね。もう一回公開したからダメだけど、全然やっていける気がするもん。え、もう時間ですか？23時ですか？いやー、じゃあお風呂頑張ります。今日はささっとお風呂終わらせないと。マイキューさんにおめでとうを送る任務がありますので、よし。じゃあ壇上行こう。キングさんハートありがとう。じゃあ壇上タイムいきます。13位ふくちゃん、12位かめさん、11位わうわうさん、10位くわだりさん、9位とにさん、8位50代独身さん、7位ともっちたん、6位いっちゃん、5位ゼットさん、4位しいちさん、3位なるせさん、2位 G2 さん、1位かずのしんさん、ありがとうございます。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。明日も頑張りましょうとか言っちゃってとか言っちゃってを気に入りすぎてしまったかもしれません。みんなイヤホンとかを落とさないように気をつけてくださいね。私もヘッドフォンとか有線イヤホン検討したいと思います。ありがとうございました。おやすみ、またねー。
とか言っちゃってバイバイ。あ、そうだ、待って待って、ストップストップ、東京 MX の方、瀬戸チャレ最終回見てください。おやすみなさい、本当におやすみです。バイバーイ。